どうも、フリーマンこと長谷川です。今回ですね、外国人土地規制と自民党内のお困りの方たちという話です。オチとしては、我々が声を上げないとお困りの議員がどんどん増えるというところなんです。まず最初に触れるのが、今国会でようやく形になりそうな外国人土地規制法案です。正確な名前は重要土地等調査法案になります。この法案が2021年3月26日に内閣で決定される閣議決定、閣法で国会に提出される予定です。この問題は、外国によって日本の農地、水源地などの森林やゴルフ場、リゾートなどの広大な土地がバンバン買われていることが原因です。実際に買われている場所として、特に北海道や長崎、沖縄といった観光客がたくさん訪れる土地が多いです。しかも自衛隊の基地の近くに監視目的で外国人、外国資本が土地を買っています。しかし米中の対立が激化しているために、ようやくここまでこぎつけたという話なんです。歴史を紐解くと、大東亜戦争以前の日本では、外国人、外国資本が土地を買うことを規制する法律がありました。それが大正14年、1925年に作られた外国人土地法だったんです。この法律では、国政上重要な地域を外国人が買うことを制限することが書かれていました。特に伊豆七島、小笠原諸島、対馬、沖縄、南樺太、千島列島など、外国に近い位置にある島々や、横須賀、舞鶴、呉、佐世保といった旧日本軍の海軍基地がその対象だったんです。ところが、大東亜戦争終戦後の昭和20年1945年10月にこの法律が廃止されてしまいました。そこから時代が流れて、2000年代に入り、韓国資本による対馬の土地買収などが明らかになったために、2008年頃から自民党などから政府に対し、この件に関して質問されることが増えてきました。その後、民主党政権では無視され、自民党に政権が戻っても、特定野党、自民党、公明党などのお困りの方たちによって10年以上ずっと邪魔されてきました。しかしながら、国際的にはスイス・ジュネーブに事務局がある国際機関の WTO 世界貿易機関の関税及び貿易に関する一般協定の第21条に土地に関する条文が出ています。それによると、安全保障上の重大な利益の保護であれば、外国人の差別は関係なく、日本にとって重要な土地を外国人が買うことを制限できます。この国際ルールを元にしつつ、現在の世界状況を考えて法案が作られました。内容としては、1. 防衛関係施設や離島などの調査・利用規制。 2. 土地の所有権を変える場合は、売り手・買い手の事前届出が必要。このようになっています。ところが、これに公明党が難色を示したことで修正をする必要が出ました。最終的に監視をする区域である特別注視区域の指定を絞り込み、防衛省周辺の市街地を対象としないこととして、2021年3月26日に閣議決定という流れになります。正直なところ、自分としては不十分なんですが、これが政治の現実で、多少なりとも妥協しながら、まずは法律として通しつつ、後からどんどん厳しくするように我々が声を上げることが重要なんです。ちなみに、立憲民主党、共産党といった特定野党はこれでも反対する予定なんですが、内閣で作った形の閣議決定、閣法なので、おそらくは高確率で通るはずです。はっきり言って、日本の国会はアメリカやイギリスのように1年通してやる通年国会でない上に、海外首脳と比べて日本の総理大臣などは国会に縛られすぎなので、外交がやりづらいのが弱点なんです。日本と海外の議会のシステムの違いもいずれ話すつもりなんですが、そこに拍車をかけるのが国内のお困りの方たちです。日本には海外では当たり前にあるスパイ防止法がないので、与野党問わずそういった方たちがたくさんいます。個人的に最近、これはやばいなと思ったのは、ポエム、セクシー、スプーン、プラスチックと様々な異名がある小泉進次郎環境大臣です。小泉大臣は最近、
スプーン関係で、プラスチックのスプーンの代わりに環境のためにマイスプーンを持てばいいとか、2021年3月18日の FM ラジオ局 J-WAVE の番組ジャム・ザ・ワールドにおいて、プラスチックの原料って石油なんですよ、意外にこれ知られてないんですけどと発言。これによりネット上では大炎上し、大臣としての資質が問われています。正直神奈川県民であり、同じ関東学院大学を卒業した自分としては恥ずかしくてしょうがありません。しかもその発言でネットで炎上した後の2021年3月23日、小泉大臣は記者会見で質問を受け、まあそうなの?っていう反応は私にもありますけど、そんなの知ってるよっていう方は知ってるんじゃないですか?一つ一つ気にしていることがあったらやってられないことがありますから、いろんな意見がありますから、正直に多くの方に知ってもらいたい。そういった中で説明をする一環ですね。と発言。小泉大臣に関しては、父親の小泉純一郎元総理が、郵政民営化や派遣労働者を増やしたことで、我々国民の給料を減らした張本人なだけに、原発の考え方もそうなんですが、日本の環境にものすごく配慮した。レジ袋やスプーンにしても禁止するので、それなら環境大臣として世界的に二酸化炭素の排出量が多い中国に対して何か発言はないのかと突っ込みたくなります。ちなみに小泉大臣はかつて政策スピーチ原稿に関しては、純一郎元総理のお姉さんである小泉信子さんが純一郎元総理から引き続いて担当していました。ところが滝川クリステルさんとのできちゃった結婚の際、小泉大臣は大変困ったそうなんです。そこで当時官房長官だった菅総理に相談したところ、既成事実化しないとダメだということになり、官邸で記者会見を行いました。それ以降小泉大臣は菅総理の子飼いとなり、信子さんから政策スピーチに関するアドバイスが受けられなくなり、今現在様々なニックネームがついてしまった流れになっています。そんな小泉大臣に関連するのが、2021年3月25日に自民党内で夫婦別姓に関する議員連盟ができることです。夫婦別姓に関しては概要欄にも貼っているこちらの動画でその危険性を話したんですが、呼びかけ人は代表として浜田靖一元防衛大臣をはじめ、以前の動画で話をした日中の介護問題に関わる野田聖子議員や岸田文雄議員、小渕優子議員も加わる予定です。夫婦別姓に関しては先ほど話した小泉大臣も2020年12月と今月2021年3月の国会答弁においても反対する理由は何もないと述べています。菅総理にしても2021年3月22日に最低賃金の全国平均をできるだけ早く1000円にすることを経済財政諮問会議で述べました。実際にその資料を見たんですが、自分がずっと話している国債発行して我々国民のために先行投資する財政出動の話が全く入っていないし、日本人を優遇する政策もありません。東京に人口が多すぎて地方の経済などが衰退する東京一極集中にしても、自分が何度も話しているあの竹中平蔵氏が会長を務める人材派遣会社のパソナが例に挙がっています。しかも菅総理自身が賃金を上げる対象として派遣労働者などの非正規労働者を挙げているので、これはパソナにも絡む案件なのかなと思ってしまいます。その上で消費税を下げることにも言及していないので、正直言ってこれでは全国平均の最低賃金1000円は無理だと思います。いろいろと問題の多い二階幹事長にしても、二階派に所属していた元法務大臣の河井克行被告の公職選挙法違反の裁判が行われています。2021年3月23日二階幹事長はこの件について議論の余地のないこと、党としても他山の石としてしっかり対応していかなくてはならないと無責任な発言。他山の石とはよその山から出たつまらない石という意味で、二階幹事長は他人事として対応すると言っていたんです。正直当事者なんだからこの発言はどうなのかという話なんです。あとは外務大臣のシェシェ茂木さんこと
茂木敏充大臣にしても、アメリカ、EU、カナダが中国のウイグル人権問題に対して対中制裁を科すことを2021年3月22日に発表したんですが、茂木大臣はその翌日の2021年3月23日の参院外交防衛委員会において、考え方は完全に共有している、今の中国の状況について深刻に懸念していると述べました。ただし制裁に関しては慎重な発言をしています。先日の日米の会談で茂木大臣はブリンケン国務長官に自身がつけていた北朝鮮拉致問題解決のためのブルーリボンバッジをプレゼントしたんですが、先日の動画で話したように、いくら国連のジェノサイド条約に今の日本が入れないとはいえ、ここはもう少し強気じゃないとダメじゃないでしょうか。こういうことだからシェーシェー茂木さんのニックネームが取れないのかもしれません。このように自民党は右から左まで様々な考えの方がいるので、いい意味でも悪い意味でも一筋縄ではいきません。ということで、いつものように概要欄に政府自民党のご意見フォームに加えて、野田聖子議員、シェーシェー茂木さん、プラスチック小泉さんの Twitter、Facebook アカウントも貼りました。陳情したい方はそこから書き込みをしていただければ幸いです。そんなわけで、我々が声を上げないとお困りの議員がどんどん増えるということなんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。